これからすごく簡単な炊き込みご飯を作りたいと思います。使うお米は先日あのヒロさんからいただいた夢ピカリで、あ違う夢ピカリじゃなかった、夢ピリカね、作っていきたいと思います。使うものはね、冷凍の鮭、あの冷凍じゃなくてあの普通の売ってる鮭でいいんですけど、私が冷凍しちゃったのでこんな風な状態になってます。薄い鮭だったので、4枚使います。鮭は油の乗ったあのいい鮭の方が美味しくできます。梅干し、あとはしそですね、大葉、まだこ生えてないので買ってきてしまいました。なるべくねこういうのは買いたくないですけどね、お家にあるもので、あの庭かなんかに植えてあって、それをパッと取ってきて使ってもらうのがいいと思います。お米は、6合くらい残ったらおにぎりにしたいと思います。そして鮭はもう生でもいいし冷凍でもいいし、そのままボンと入れました。梅干しは10粒くらい入れました。ちょっともうあの目分量なのでどうなるか、中粒の梅入れました。ちょっとね米やっぱり多かったかな、鍋いっぱいになっちゃったこんな感じで、ただこれで炊くだけで、しそは後からあの混ぜ込みますし、白ごまあったらいいと思います。すりごまね、それも最後にかけたいと思います。ご飯が炊けましたのでこれを混ぜていきたいと思います。種はね取りますけど、こうやってね梅干しの種入れのまま炊いた方が美味しい気がするので、こういう風にそのまま入れて炊きました。後でね種取ります。ちょっと骨があってね嫌だって思う方もいるので、うちにも一人、先に鮭をちょっと取り出して骨を取って混ぜ込みたいと思います。すりごまを入れます。すりごまを入れます。あとはねあのすってないの買ってきて自分でいるといってね、あのこうゴリゴリすると美味しいんですけどね、ちょっと時間がないので買ってきたのを入れました。混ぜます。そしてこうしそをね、こうあ、ふいにちゃんダメよ、ふいちゃんの食べ物じゃないわこれは、ふいちゃんダメよ、はい、こういう感じで、そうすると梅干しと鮭を一緒にご飯にで炊くことによって、旨味とあと酢飯のような風味が出ますので、お寿司、簡単お寿司みたいなね感じになりますので、簡単なのでぜひやってみてください。簡単で美味しいよ、やってみてね。それじゃあまたね、バイバーイ。ふいにちゃんはなんでそんなとこ行っちゃったの、虫を追いかけてちゃったね。あ、みやちゃんも来た、みやちゃんもなんでそんなとこ猫はすごいないろんなとこ行くねですよ。鮭ご飯でした。鮭梅干しご飯かな、はい、以上です。それじゃあまたね、バイバーイ、元気でね。ちょっとねやっぱ味見も大事だから、せっかくね北海道の夢ピカリ、夢ピリカだ間違えちゃう、夢ピリカをあの送ってくださったからね、ヒロさんが、それでちょっと味見してみたいと思います。やるよ。
うん、おいしい。うん、ごまかす。うん、これはね、さっぱりして食欲がない時でもいいと思う。おいしい、おいしい。いいですよ、これ。簡単だわ。簡単で栄養が取れていいね。お米もおいしい、とってもおいしいですよ。おいしい、白米。久しぶり食べた。おいしい。お米おいしい。ありがとう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。